スーパーステッカーリクタ。よっしゃ、デハイド。デハイド。丸飲みや。うっすら魚影が見えた。むちゃくちゃ行くな。こいつむちゃくちゃ引くぞ。ああ、むちゃくちゃ太鼓いい。太いわ。太い。よっしゃ、取った。うわ、ブリブリ、プリや、まだ。6月の野池のプリ。取った。マジかよ。やば。ブリブリ。何これ、このバス。すごい太い。ちょっとね、丸飲みなんで外してあげます。はい、6月のプリゲットしました。むちゃくちゃ太い。ブリブリ。おお、むちゃくちゃええバス取りましたね。またスーパースティックカーリーの、フリリグで 5g のフリリグ丸飲みでした。いや、いいバスありがとう。はい、今釣れたのがね、スーパースティックカーリーの 5g のフリリグで、この護岸沿いを、うっすらバスが見えるか見えへんかのレンジ。大体だから言うたら、護岸の1、2、3、4、5、6段目ぐらいを、ふらふらとね、2匹で回遊してたんですよ。んで、ちょっとね、カメラ起動して、で、ピッて投げたら、食いました。一発でね、フォールで食って、一回離されたんですけど、もう一回ね、アクションプッて加えたら、もう一回食ってくれて。で、ちょっとだけ送って、フッキングしたんですけど、ちょっとね、やっぱフッキングが、まあ、テールがある分ね、こう、うんこフッキングになりやすいんですよ。テールがすごい長いワームっていうのが、食った時にね、口の中にこう収納された時に、針にテールが、こう、引っかかって、で、こういう状態になりやすいんですよ。なので、ちょっとね、なるべく送るようにしてるんですけど、多分僕のフッキングは送りすぎですね。なので、これからもうちょっと早めに、フッキングします。で、まあ、飲まれた時の対策として、僕は基本的に巻き合わせ。この間釣った時も、ほとんどが巻き合わせ。で、飲まれた時の対策も含め、この間は飛距離がね、結構遠くて、しかも深いレンジで食わしてるんで、ラインがね、伸びて、普通のフッキングだったらフッキングパワーが伝わらないんで、基本的にそういう時っていうのは巻き合わせ。もうぐりぐりと巻いて、ラインスラックを取ってからしっかり乗せる。だからね、針はもうすごいしっかり貫通してくれるんで。そういうね、結構その場面に合わせて、カバーからバスを引きずり出すときは、巻き合わせじゃなくて思いっきりガンと合わすけど、で、サイトとか、近くでね、見えてるバスのときは、ピッと合わすけど、こういうね、ワームで、ボトムで食わしたりするときっていうのは、基本的に巻き合わせが有効です。で、今みたいにね、近距離で、まあまあ大きいバスが食ったっていうのを分かってるときっていうのも、思いっきりね、ガッと合わすと、近距離なんで、いくらね、これ12ポンドのフロールといえど、合わせ切りがするんで、そういう時っていうのは巻き合わせがおすすめです。結構ね、合わせ切れする人っていうのが、僕もね、ちょくちょく合わせ切れするんですけど、今でもなんで、そういう時っていうのは結構ね、気にして合わせ方を変えてみると、まあ、取れる魚も増えると思います。はい、ということで、昼間にね、1匹釣れたんで、もう満足です。じゃあね、終わろうかなと思います。多分ね、この護岸のバレたの取れてるかな。バレたの取れてなかったら今言ってきます。なんかさっきね、カメラが電源落ちたんで、もしかしたら取ってなかったかもしれないですね。今さっきね、この辺に投げて、この辺っていうかざっくりなんですけど、護岸のこの見えへんなるレンジ、なんかこの護岸の8段目9段目ぐらいかな、で、護岸から5メーターぐらい沖に投げて、スーパースティックカーリーのフリーグを投げて、フォールでね、ラインが走って50ぐらいのをかけたんですけど、まあ、ジャンプ寸前でバレてしまって、まあ、取れてたらいいんですけどね、まあ、取れてなかったら一応説明しておきます。で、まあ、バレてしまったんですけど、多分ね、この天気で、この池全体的にシェードがあんまりないんで、多分この護岸のちょっと沖の深いところを多分回遊してるんですよね。なんで、このフリリグで、ちょっとそういうところをこうやって落としていっていこうかなと思ってるんですけど、
まあ、全然ね、回遊ルートとか全然わかんないんで、まあ、なんとなくで今やってる釣りなんで、もしこれでね、あと1回でも反応があれば、この釣りが多分パターンなんで、まあ、ちょっとね、こっからもやっていこうかなと思います。横に張ってる。よし、バレんなよ。竿が邪魔。おお、よう引く。貫通するな、ちゃんと上顎に。よっしゃ、取った。よっしゃ。おお、待って、パターン。はい、ブリブリ。またブリブリ伸ばす。めっちゃ綺麗、しかもこいつ。かっこいい。おお、やっば。ちょっと待って、こんな真っ昼間にこんな釣れる？スーパースティックカーリー。やばい。これマジでやばいですよ、多分。僕ね、まあ、一世が好きなんで、一世のワームを褒めるのが、まあ、普通なんですけど、なんていうか好きなメーカーはね、やっぱ褒めてしまうんですけど、ただこのワームはマジですごいですね。やばすぎる、ちょっと。釣れすぎ。しかも、真っ昼間の、まあ、この天気のね、もうピーカンの熱いの池で、このサイズが連発なんで、バラしなかったらね、3連発なんで、ちょっとやばすぎる、これ。やばい。しかもめっちゃ綺麗、こいつ。こいつ綺麗なバスやな。かっこいいわ。最高。ありがとう。はい、マジでね、ちょっと調子が良すぎます。で、今回のセッティングを紹介します。スーパースティックカーリー6インチは代わりなんですけど、フックをね、変えて、シンカーの上と変えてます。っていうのが、前狙ってたレンジっていうのが、まあ2から3メーター。で、まあ2から6メーターぐらいが平均で狙ってたんですけど、今回狙ってるのは、まあそんなに深くない野池なんで、最大水深3.5から4メーター。で、狙ってるレンジっていうのが2.5メーターぐらい。なんで、フリジグシンカーを5グラムにやってます。で、5グラムにして、フックを、これは流儀のスタンダード。20ですね。スタンダードの20。前回は、流儀のダブルエッジ30でやってました。で、今回は、まあ20。まあ、意味、別に特にないんですけど、前回ダブルエッジを使った理由っていうのが、ちょっとね、遠投する釣りやったんで、しっかりね、かかってほしかったんで、ナローゲープでかかりやすいフック。で、今回は、根掛かりをちょっとだけ避けたいんで、まあこういうね、普通のスタンダードな形のオフセットフックでやってます。で、ちょっとね、今バス釣ったんで、針先出てますけど、さっきはね、針先埋めてたんで、まあそんな感じですね。まあちょっとこっからも引き続き。で、今狙ってるのが、さっきも言ったように、護岸の少し沖。なんで、護岸なんですよ、基本的に。ということは、根掛かりがほとんど心配ないんで、まあこの針先出ててもいいかなっていうことで、このまま行きます。はい。今回ね、真っ昼間の釣りで、実際に釣りした時間で多分30分ぐらいなんですよ。で、釣りしに来たっていうか、ギルフラットの、この間、琵琶湖でね、65を釣ったセッティングを紹介するために、ちょっと動画を撮りに行こうかなと思って、日曜日のね、こんな真っ昼間に、ふらふらと来たわけなんですけど、で、まあ来たからにはね、ちょっと釣りしようかなということで、ちょっと動画を回しながら、釣りしたら、あっさりね、45アップは2匹も釣れてしまいました。両方ね、45を超えてましたね。で、釣れたのが両方ともスーパースティックカーリー。もう黒いようですけど、マジでこのままやばいんで、まあ、ちょっとね、いろんな人に使ってもらいたいですね。まあ、みんなが多分使うとね、擦れるのが早いと思うんですけど、実際ね、カーリーテールって、まあ、どんなメーカーでもいっぱいあるんですけど、多分、このボディのサイズに対して、このテールの長さってね、結構まあまあ最近ないんですよ。なので、まあ、多分ね、このサイズにしては、すごいアピール力があるんじゃないかなと思います。なんで、この間もね、沖に投げて、ズル引きとか、で、今日もね、こんな護岸の何もないところで、ほんまに狙い目がないところに投げても釣れてくれるんで、まあ多分ね、アピール力ある。で、アピール力で目立たせてからの食わせ能力があるんですよね。倒れ込む瞬間とかもゆっくりゆっくり倒れてくれるんで、すごいね、バスが好きそうなアクションが出てるんですよ。なので、まあ多分ね、アピール力と食わせ能力はすごい長けてるワームやと思います。で、フリリグシンカーで、フリリグに対してね、
この相性がすごいいいんですよ。なので、まあ、一度ね、皆さん、フリリクとかで使ってもらいたいなと思います。テキサスでもいいと思います。でも、実際ね、まあ、こういうノイケットはテキサスでもいいかなと思うんですけど、フリリクの方がね、まっすぐ落ちてくれるんで、シンカーがまっすぐ落ちて、ワームがそれを追って、ホールしてくれるんで、まあ、フリリクの方が、まあ、ちょっといいかなと思います。で、水深によってね、使い分けるんですけど、水深が僕はね、2メーター前後を狙う場合は、3.5 グラムから5グラム。で、今ちょっとね、日中で、まあ、若干、フォールスピードが速い方が、見切られにくいんじゃないかなっていう意味で、5グラム使ってます。で、もう少しね、水深が深くなって、3メートル以上になってくると、7グラムとかの方が手返しが早いんで、まあ、それでもね、ゆっくり沈む方が釣れる時っていうのもあるんで、実際その日、その場の状況に応じて、シンカーの重さを使い分けるといいと思います。まあ、こんな感じで今回もスーパースティックの動画になりましたけど、いや、ちょっとね、これから多分ね、僕のメインのワームになるんちゃうかなと思います。ベイトでね、すごい扱いやすくて、で、こういうフリルグとすごい相性が良くて、日中でもしっかり魚をね、ああいう大きい魚を食わしていけるっていう、まあ、すごいね、ちょっとヤバめなワームなんで、まあ、ちょっとね、これからも多分メインになると思うんで、使っていこうかなと思います。じゃあ今回ね、こんな感じで終わろうかなと思います。